チンギスアセの秘密は、高木明光の推理小説である。1958年の5月から9月にかけて、雑誌、宝石に連載された後、同年10月公文社から刊行された。吉爪イコールジンギス関節をテーマにした、歴史ミステリーである。戦前のベストセラー、小矢部善一郎著の、チンギスアセみなもとの吉爪なりがモチーフになっている。ジョセフィンテの探偵が、 ベッドで推理するというベッドディテクティブスタイルを真似ている。同じ系統の作品に、山大国の秘密、古代天皇の秘密などがある。小矢部善一郎の著作以上に、東洋史の古文書を研究、踏襲しており、単なる娯楽図書の範疇を超えた歴史推理小説に仕上がっている。書室を読んだ、西名東子からの手紙に敬服したことと、海音寺長五郎から、 論理の弱さや、矛盾点を指摘されたことへの回答を行うため、作品を改訂した際に16章を書き足している。昭和32年、名探偵と言われた、高津京介が、東大病院に入院し、探偵作家の松下健造と暇つぶしに、吉爪イコールジンギス関節の推理を始める。欧州藤原氏三代の復帰映画の源泉は、北海道を越えて、 カラフとシベリアの黄金入手にあり、これにより、中村寺の黄金の仏像などを混流したと大胆な推理をコーズ京介が展開している。義経は期待逃亡するというよりも軍資金のための黄金をシベリアまで探しに行ったと推理している。外白な専門知識の持ち主である井村女教授がコーズ京介を追い詰めていくが、過密は巧みな論理ですり抜けていく。 愛心閣羅衛星が1957年に侵入したことにも言及されている。海音寺長五郎、歴史世は文春文庫、吉常と弁慶。ありがとうございます。